耳無し山は奈良盆地の南部に位置する奈良県柏原市にある山。山の標高は139.6メートルだが、山頂にある三角点の標高は139.2メートルである。天家具山、うねび山と並んで、山と山山の一つをなし、最も北に位置する。歴史的風土特別保存地区と国の名称に指定されている。山の南部には、 耳なし山公園が整備され、市民の憩いの場であり春には桜の名所となっている。この山は中心夜に噴出した火山岩が侵食されて、その一部の海が残存した侵食地形である。瀬戸内火山帯に属する独立峰であり、流門岩より形成される。登山途中、木々の合間から眺望ができる箇所がいくつかあり、同じく山と山山である。 うねび山を傍観できる箇所もあるが、山頂は特別な整備はされていないので眺望は全くない。山頂よりやや低い標高約120メートル付近に耳なし山口神社がある。山口神社の3号は耳なし山であるが、登山口の鳥居には耳なし山と刻されている。この神社の祭神は、広后山霊神と大山みの神の二柱であるが、明治時代以前は、 濃厚神、水の神を祀る天神社であったとされ、雨乞いの神事が行われたという記録も残されている。最寄り駅は、近鉄大阪線耳なし駅で、徒歩約12分。JR 桜井線うねび駅からは、北東 2km に位置し、徒歩約16分。近鉄大阪線の山と八木耳なし駅間の、車中からは、そのほぼ円錐形の耳なし山を眺めることができる。 この山の形から耳なしし山と言われる。耳がないことからか、麓にはかつて、口なしの井戸、目隠し川があったとされる。また万葉集には耳なし山とも記される。耳なし山周辺の空中写真。独立峰であることがわかる。1985年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 天然の山ではなく、古代に造営された上塩化豊墳との説がある。山と三山が二等辺三角形をなし、かつその事実が古くより知られていたこと、古事記や日本書紀において古い時代の記述がなく、ようやく日本書紀において、陰行天皇の時代以降に記述が見られることが根拠として提示される。その規模の大きさから、 全くのゼロから造営された古墳でなく、既存の天然山を改造したという説もあり、火山と見られるのに噴火口がないことから、噴火口を埋めるなどの造成をしたとも考えられている。かつては、天神山とも呼ばれ天神山城があったとされる。1908年、明治天皇の演習当館が行われ、山頂には、明治天皇大演習古等館地と記された石柱がある。 南独の池は、木原古池遺跡、北西には、木原観号がある。耳なし山南独にある、自生山公園に、公園登山口がある。かつて、木原村から、松明をかざしながら、宮司を先頭にして村民が、山景祈願したことから、ここからの登山道が、日暮坂とも呼ばれている。山独から山頂まで、コースタイムは、約13分。登山口のすぐ先で、 山口神社の鳥居がある灯籠のある登山道と、緩やかに山腹を半時計回りに巻く、登山道に分かれている。山頂からの眺望は、木が伐採されている天かぐ山方向にわずかにある。また、山腹を巻く、緩やかな登山道のところどころに展望が開けた場所がある。神社山道の旧塔登山道は、自然地形で、石段化はされておらず、緩やかな山腹を巻く。 登山道もバリアフリー化や舗装化はされておらず、観光で登山をする場合は注意が必要である。公園登山口には公衆トイレがある。ありがとうございます。